こんにちは、プロボックス初心者の森泉です。はい、今日はですね、こだわりのプチカスタム3選を紹介していきたいと思います。このチャンネルでね、今まで散々、こだわりのプロボックスカスタムを紹介させてもらったんですけども、いっぱいね、あの車屋さんにやってもらった、まあ、いわゆる普通のカスタムですよね。あのオールペンとか、まあ、タイヤとか、まあ、その他いろいろね、ご紹介させてもらった内装のカスタムだったりとかっていうのはお伝えさせてもらったんですけど、まあ、それ以外のですね、納車されてからの本当にまあちょっとしたプチカスタム、これを紹介していきたいと思います。はい、では早速いきましょう。まず1個目がこちらです。はい、これはですね、タイヤの空気穴ですね、空気を入れるところの、金具につけるキャップですね。これ名前なんて言うんだろうな、タイヤの空気入れキャップですよね。これをですね、このキャラクターのフェネックスっていう、確かね、アメリカのなんか黒猫のキャラですね、のキャップを実はつけてます。これ動画でもちらっと映ったりとかしてたんですけど、今まで。これはですね、納車されてから実はあのつけてます。アウトドアカスタムプラスちょっとクラシック寄りのカスタムに、丸めカスタムにしてるんですけども、まあ、それとはちょっと全く関係なく、可愛らしさをちょっとプラスした、カスタムっていうかね、もうアイテムですよね。まあ、ちょっとしたアクセサリー。これはですね、本当にもう賛否分かれると思うんですよ。てかつけてる人がもうあんまりないですよね。そう、そんな中これはですね、嫁しチョイスですね、これを、まあ、つけたいというカーショップみたいなね、アメリカンカーショップみたいなのがあるんですけど、そこでこれが売ってて、もう僕もダメとはやっぱさすがに言えなくてですね、まあ、自分で好きなカスタムをやってる分ですね、これを、まあ、嫁しがもうつけたいということでつけました。やっぱ可愛い要素ってなかなかこう男の人からしたらちょっと受け入れがたいものもあるじゃないですか。そうなんですけど、つけてみたらなんかね、わりかしワンポイントで結構可愛いなっていうので、あの今ね気に入ってます。これつけたことによる何かメリットとかは全くないんですね。こう空気が抜けにくくなるとかそういうことではなくて、あくまでも飾りです。はい、なのであ、なんかいいなっていう思った人はね、ぜひともやってみてください。さらに愛着が湧きます。それがメリット。他にもいろんなキャラのね、これ、キャップが売ってて、ネットとかで探すともっと出てくるのかな。僕は、そういう雑貨屋さんで買ったんですけど、そう、ちょっと人とは違う、面白いことをしたい人は、これはおすすめです。はい。で、二つ目。これもね、前の動画でちょっとお話ししたこともあったんですけど、ですね、このステッカーですね。はい、小川の、ステッカーです。これをですね、この給油口のところにポンと、貼ってあります。これね、意外とこれは予想外のところに貼ってあってですね、これも僕が仕事から帰ってきたら、嫁氏がもう貼ってあったという、貼ってたという。あります。僕が貼ろうと思ってたダルトンの自作のステッカーがバッグに貼ってあるんですけど、それをもう貼る全然前に、納車されてすぐにですね、気づいたら貼ってありました。これはもう衝撃的だったんですけど、まあだんだん愛着が湧いてきてですね、ああなんかこうさりげなくねマッチしてますし、まあ、いいなっていうふうに思ってますね。これもはい、じゃあ3つ目、これもですね、キャラものなんですけど、これは内側ですね、中 の荷台のところにあるんですけど、そこね、プロボックスってもうむき出しの状態でその鉄板がこうあるので、まあ、磁石とか貼れるんですよね、くっつけられるので、マグネットとか結構、まあ、フックとか、ね、つけてる方もすごく多いんですけど、まあそんな中これも嫁氏チョイス、嫁氏がチョイスして、僕はもう全然ノータッチだったんですけど、
まあ、このね、あのスパムかな、これスパムキャラクター、スパムボーイキャラの、ね、マスコットが立ってます。あとね、あの大好きなダルトンの、ダルトンのマグネットかな、さっきのスパムのマグネットを、ね、貼って、つけてあってですね。まあこれ運転してても、外側からもね、全く見えないんですけど、もう本当にただ内装のワンポイント、本当に中乗ってる人しか見えないんですけど、まあこういう、まあ、ちょっとアメリカンチックというか、かわいい感じのね、あの雰囲気が出るので、ゴリゴリの本当に無機質な、まあ、木目だったりとか、いろんなね、カスタムをしてると思うんですけど、なんかね、こういうキャラものとかがちょっとあると、またこれはこれで和んでいいのかなっていうふうに思いますね。これですね、まあ、ペチカスタムって言ったんですけど、もうこれはあれですね、嫁しチョイス、勝手にカスタムっていう感じですね。はい。をお伝えさせてもらいました。これからもね、どんどん増えてくるかと思います。もうまた発見しましたらね、随時報告していきたいと思います。これ皆さんどうなんでしょうね。コプラボックスとか、まあ、愛車に乗ってて、もちろんね、その、所有してる人が好きなようにカスタムすると思うんですけど、例えば、まあ、カップルで乗ってるとか、夫婦、家族で乗ってたとしたら、多分ね、自分以外の人もカスタムしたいとか、なんか、これつけたいとか、アイテムとかね、そういうのってあると思うんですけど、なんかね、そういう予想外のアイテムで、これ良かったなとかっていうのを、結構あるんじゃないかなって思うので、そういうのがあったらぜひコメントで教えていただきたいと思います。なんかカスタムって言っちゃうとお金かかるし大層な感じだと思うんですけど、まあアクセサリーとかそういうもんですよね。なんかそういうのね、どんどんつけていきたいなっていうのも思うんですけど、まあやりすぎちゃうとね、あのゴテゴテな感じになっちゃうので、それはちょっと嫌なんですけど、なんかうまいバランスでやっていきたいなと思っております。はい、というわけで今日は、スタートの時のね、題名とは違うんですけど、嫁し勝手にカスタム参戦ということでお伝えしてきました。いいねと、もしチャンネル登録をお決めない方いましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。